もくおいしいきのこ、今日もみんなでクッキング。今日の食材はえのきだけ。本日はきのこだけレシピ、ピリ辛風味がやみつきの焼きえのき漬けです。それではレッツクッキング。まずはえのきたけ1袋は根元のギリギリを切り、小さく20等分くらいに裂きます。片栗粉大さじ1を振り、ボウルに醤油大さじ2、ごま油大さじ1/2、酢小さじ1、白ごま小さじ1、砂糖小さじ1/2、輪切り唐辛子小さじ1/2、おろしにんにく小さじ1/2、水大さじ3を入れ混ぜ合わせていきます。お子さんや辛いものが苦手な方は唐辛子を抜いてくださいね。次にフライパンにごま油大さじ1を熱し、えのきたけを入れます。こんがりとしてきたら裏返し、さらに焼いていきましょう。ここで今日のポイント、えのきたけはタレに漬け込む前に香ばしく焼くことで風味がアップ。片栗粉をまぶして焼くと旨味を閉じ込め、タレも絡みやすくなります。レンジ調理では味わえない香ばしさや食感が楽しめますよ。火が通ったらボウルに入れて軽く和えたら、こちらでピリ辛風味がやみつきの焼きえのき漬けの完成です。旨味たっぷりの焼きえのきに風味の良いピリ辛ダレが絡んで癖になる味わい。箸休めの副菜やおつまみ、熱々のご飯にのせてもとっても美味しいですよ。皆さんぜひ作ってみてください。本日のきのこ図鑑、長野県中野市はえのきたけの生産量日本一のきのこ王国。産地がお届けする中野きのこ新聞にはレシピや産地情報が満載です。ぜひチェックしてみてください。今週も見てくださってありがとうございました。皆さんからのレシピの感想や作ってみたレポートなどコメントもお待ちしております。それではハブアマッシュデイ、ご視聴ありがとうございました。きのこチャンネルならではのレシピをお届けします。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。